イラク戦争時にアメリカ軍に回収されたイラク軍のマンタキライ MN103 はイタリアのホワイトヘッド社が開発したキライ。布設形態としては鎮定式、作動方式としては肝黄式とされている。マンタとして知られており世界各国に輸出されている。マンタは水陸両用作戦部隊や特殊部隊が使用する上陸用集艇や水陸両用車。 中小船舶、小型潜水艇を標的としている。台形の外形は、機雷探知機の音波をそらすステルスの効果がある。水上艦艇、ヘリコプター、航空機により付設される。最近の機雷と同様に観応装置には、磁気、音響、水圧方式があり、それぞれ感度を調節することができる。また、自滅期間や効果係数装置の設定も可能。 他のバリエーションとしては、訓練型とダミー型がある。本機雷は世界各国に輸出されているが、特に湾岸戦争時に、イラク軍がクウェート沿岸に多国籍軍の上陸に備えて多数布設された。これらの機雷処分の一条を担うために、海上自衛隊より派遣されたのが、ペルシャ湾総海派遣部隊である。しかしこの時派遣されたは、対馬型、さらには、 当時最新型であった、宇和島型ですら、マンタなどの最新型機雷の探知、処分は極めて困難であることが判明した。この実戦経験をもとに、外国の機雷相当、総海装備を導入して建造されたのがすが、島型総海艇である。また海上自衛隊は、マンタの訓練系を導入して、機雷処分訓練を行っている。ありがとうございます。